今流行の鈴のりさんに行ってきました。注文して7分できて、この美しさがどうもたまらない。辛味噌や具をどんどん絡めていき、美味しそうになっていきます。見た目もさることながら清潔な店内も大好き。麺が少なくなったらチーズとマヨで味変です。このジャンキー感がたまらない。お店の人の接客もすごい丁寧で、また行きたいランキング堂々の1位でした。コーナー禍の中応援しています。あと鈴の木さんのおすすめの食べ方募集中です。今回初めて行ったので食べ方がちょっとよくわからなかったです。皆さんが食べているっていうか、こうやって食べると美味しいよっていう食べ方があったら、初心者の俺に教えてください。またね。